ルイシャルルブレゲイは、フランスの航空技術者、企業家、セーリング選手。ジャイロプレイ1号機と軽視アブラームルイブレゲの末裔。すなわち家業は、ブレゲと軽店である。兄のジャック・ブレゲーとリシャ博士と共同制作した、ジャイロプレイ1号機は、40HP のアントワネットエンジンと4つの副用回転翼を持つ回転翼機で、1九百七年九月十九日に、 地上60センチメートルまで扶養したが、操縦性不十分で4人の助手が機体の四隅で支える必要があったため、正式な飛行とは認められなかった。1909年から固定翼機の試作に着手し、1911年にブレゲー航空機を設立、第一次世界大戦では、ブレゲー14偵察機等を量産し、業界大手に成長した。 戦後制作した高速複座戦闘機ブレゲー19は輸出にも成功し各国で用いられた。1919年にはフランス航空郵便車を設立した。1924年パリオリンピックにセーリングで出場し、8メートル級で銅メダルを獲得している。ありがとうございます。